はい、ちょっと初めての試みなんですけれども、やってみようかと思っております。実況食べるぞ実況初でございます。お試しでございます。赤城乳業さんのかじるバターアイス、こちらの方が、毎回なんか発売されたんですけれども、手に入れることができなくて、ダメだったんですけど、なんとかまた再販かかったということでゲットしてまいりました。ぜひぜひ食べてみたかったので、こちらの方一回まず食べてみようと思っております。食べるバターアイスでございます。あ、ずれた。結構すごいなんだろうカロリー1本75ミリリットルで140キロカロリー、結構いい感じのカロリーでございますけれども、まあ大丈夫だろう、いけるだろう、今日だってダイエットじゃないや、少し食べるの制限してきたのでいけると思います。はい、食べてみます。美味しそうすごいねこれね。140キロカロリー、きたでよよ、牛のマーク。はい、見事なまでのバターな感じ。はい、いけるかな。いただきます。すごいバター、バター、バターに串刺してかじったような感覚は確かにある、あるあるあるでもって、アイスなのにふわっとバターの香りが来た後に塩味が来る。塩味、ほんのり塩味で、そこから甘いな、甘いアイスだなって、バニラ感覚が来る。面白い食感あ、でも待って、これちょっと待って、これあのね、これはもしかしたらなんですけど、ちょっと待ってくださいね。はい、できたできた。よもや溶けてる、ちょっと待って、溶けてる。はい、じゃじゃん、持ってきちゃった明日の朝ごはんに食べようと思っていたパンを焼いてみた。ということはもしかして、まさかまさかの、はい、ででんてってでー、はいどうよこれ。だってバニラとバニラアイスとバターっつったら、なんかトースト浮かんだどう、これなら美味しくいただけそうな気がしない？なんかちょっと棒が邪魔なんだけど、どうやって食べようかな、どうやって食べようかな。ちょっと待って棒が邪魔なんだけど、こう、抜ける、あ、抜けねえな、無理。塗ればいいんだ。溶けてる、どんどん溶けてる。溶けてるのをこうだね。こんな感じでね。あらっぽ。あらっぽ。こう、塗ったくってだね。変形してる。すっごい身臭いんだけど、どうしよう。違う形になってるな。まあいいだろう。ちょっとお前この辺で勘弁しといて。いや、もうちょっとこの辺も、こうだね。ここら辺にこう。たっぷりちょっと塗ってから、こんな感じにしてから、この辺を端っこを食べればいいような気がします。行ってみよう。これ美味しいじゃない、絶対美味しいよね。これ大正解、こっちです、これ。私的に大正解。あのね、このアイスでピンで食べるよりも、あの絶対これトーストにのせると、某ハニトーじゃないけど、すごいいける。これバターと
バターのちゃんとすごいしっかり風味とバニラアイスでむっちゃ美味しい。これめっちゃ美味しい。え、すっごい美味しいんだけど、え、これにハニーとかかけたらもう無敵じゃねえ。本当にハニーっていう、あの蜂蜜かけたら絶対もうちょっとカロリーもやばいことになるんだけども、うん、絶対美味しい。これ美味しい、めっちゃ美味しい。え、あのね、今ね、実を言うとすごい夜中なんだけど夜中にこんな罪深いもの食べていいのかっていう話なんだけど、え、こうすっごい完膚なきまでにこう塗ったくってたねすっごい絵面的には身臭いんだけどあのね、身臭いのをさっぴいて絶対美味しい。これおすすめ。絶対美味しい。これあのトーストをのかじるバターアイストースト、あの新しい新製品できた。てってて、はい、ということで本日何を思ってのかいきなり始めたうさぴー用のお酢かじるバターアイスちょっと食べてみるぞ実況初めての実写のやつなんだけど、こんな感じでございます。もしかしてまたなんか面白がってやるかもしれないんだけど、その時はお付き合いください。美味しい。このままこの後、はい、完食します。真夜中だけどダイエットどこ行ったって話なんだけど、とりあえず今日は勘弁してもらうとして、はい、こんな感じでございます。お付き合いありがとうございました。もしかまた、こんな感じで結構ジャンクフード好きなんで、思い立ったようにちょい足しとかこれ作って食べてみたとかやるかもしれないんだけど、その時はよろしくお願いします。わ、びっくりした。美味しかった。美味しいよこれ、絶対いける。あ、もう溶けてる、やべえ。食べます、いただきます。ということで、はい、さようなら、またね。